シネマキークでございますけども、新作映画紹介、シネマサンシャイン北島まで見てきましたのは、はい、ゴジラ VS コングでございます。はい、もうこれ予告からワクワクしますよね。面白かったね、ぜひ見てください、はいはい、映画紹介としてはですね、これ非常に簡単です。簡単、はい、はい、ゴジラとコングが戦う映画です。うわ、一言それだけですそれも予告に収まってる部分ですよね。そうそうそうっていうぐらい非常にシンプルかつ分かりやすい映画です、はい、じゃあなんで戦うのというのが、そうですね、そうそう、物語の主軸になるんですけど、あの非常に人間が絡む部分は薄っぺらいです。あ、日本版のゴジラって結構ね、人間の物語と密接に関わってますけど、そんなことないんですか？あるっちゃあるし、ないっちゃないしっていうところでございます、はいはい、監督がアダム・ヴァン・ヴィンガードっていう方なんですけども、はい、まあ今回の映画自体がモンスターバースの4作品目というところで、ハリウッド版ゴジラがありました、はい、で、キングコングドクロ島の巨神っていうのがありました、うんうん、で、キングギトロが出ました。ゴジラキングオブモンスターズっていうのがありました。これがあのゴジラを含めて、そして今回のゴジラ VS コングで4作目ですよと、うん、いわゆるこの、まあ、シリーズものにまとまってるっていうところですね。だからあのコングはドクロ島を見とくと話でつながっとるし、ゴジラはゴジラが出てきました、うん、2作目でキングギドラを倒しましたっていう話からつながってるシーンが決着するっていうのが、まあ、今回の作品でございます、はいはい、で、主演がネイサン・リンド役っていうのをアレクサンダー・スカルスガルドという人がやって、これ、まあ、まああんまり有名じゃないですね、まあ、今で、はい、いや多分映画紹介とかあのFM の番組で喋るときに一瞬迷うぐらいの、ね、スカルは分かるけどスカルスガルドさんですね。どこで着るんやろうね。ありますあります。はい、でマディソン・ラッセルっていう役をあのミリー・ボビー・ブラウンってこれ女の子がやってます、はいはい、でアイリーン・アンドリューズっていう役をレベッカ・ホールがして、レベッカ・ホールは多分何かの映画で見たことある、うん、聞いたことあるっていう人が結構いると思うんですよね。で、ジアというこれあの言葉が喋れない女の子をカイリー・ホットルっていう女の子がしてまして、はい、でバーニー・ヘイズっていう役をブライアン・タイリー・ヘンリーという方がやってるということなんですけども、これ吹き替えが結構豪華でございまして、はい、主人公の方のネイサン・リンド役っていうのは津田健次郎さんが、うん、あのイケメンボイスのイケボの津田さんですね。で、思春期でゴジラがなんで怒っとんかっていうのを、まあ、この陰謀論者の、まあ、DJ みたいな人がおるんですけど、うん、それと一緒にこうやっていくっていうのをこれね、芦田愛菜ちゃんがやってるんです。あー、へー、はい、だからこのパシフィックリムっていうね、あの怪獣映画に芦田愛菜ちゃん本人が出てて、今回ゴジラ VS コングという怪獣映画に芦田愛菜ちゃんが声を当てるっていう不思議なリンク感があるんですと。で、アイリーン・アンドリュースっていう女性博士役をこれ坂本真綾でございます、まあ、演技うまいから安全でございますな。で、バーニー・ヘイズっていうこの陰謀論者、もうこれ軽い喋りをする男なんで、ね、これがね、尾上松也さんです。へえ、はい、とても尾上さんと思えない、いろんなところに出られてますね、本当ね、はい、で、レン・セリザワ役って、これ前回渡辺謙がしてて、セリザワ博士の息子という設定、はい、これが小栗旬ね。あ、そういう感じだったんですね、小栗さんは。前回渡辺謙さんはね、セリザワ博士は亡くなっちゃいますので、はいはい、まあ、まさしく怪獣映画という映画でございましたけどもね、はいはい、非常に楽しいものでございましたけども、もちろん予告の最後ね、ゴジラの目に映るメカ、うん、ゴジラ、はい、これももちろん出てきますので、はい、ぜひお楽しみにというところなんですけど、次もあるよということですか。いや、今回メカゴジラも出ます。あ、なるほど、そうなんですか。出ます。これあんまり言うと、まあ、最初からオチ読んどったらオチ予想通りすぎるぐらいオチだったんで、はい、あれなんですね。じゃあなんでこのコングとゴジラが戦うのかっていうところでございますけど、うん、あのドクロ島のこの後にこのドクロ島をね、このキングコングが、まあ、他の時は成長したんですもん。ゴジラの脅威に対抗するためにキングコングの存在が外に分からないように、あの島ごとあの機械的に封鎖したんです。ほう、はい、でもその中でコングは、まあ、それに悠々自適まではいかんけども生活をしてるんだけども、やっぱり閉鎖されとうし、偽りの空やからイライラしとうところもあると。ただこの耳の喋れない少女と このちょっとした、コミュニティ的なものだけがちょっと彼のコングの唯一の、まあ、癒しかなみたいなところになってます。
でその頃ね、あの陰謀論者のバーニーという黒人のお兄ちゃんが、まあ、ポッドキャスト的なものをやってて、今回のゴジラのこの前のなんとかに対してはこんな陰謀があって、この会社がこういう風にしてるのが怪しいみたいなことをバンバン言う役なんですけども、この怪しいと言われてるエイペックスという会社に実は彼勤めてまして、このエイペックスの裏で何をやってるかを俺は暴露するんだっていう立ち位置の人です。でそれがまあバーッと喋ってるとこ喋ってて、今回こそ会社の秘密を探ってやるって、ごそごそしようときに、そのエイペックスの、拠点にですねゴジラがやってくると。おお、いきなり。そう、いきなり現れまして、はい、もう縦横無尽にもう破壊の限りをし尽くして、でゴジラは帰っていくと。でこうバタバタとゴジラを恐れて死を中に、このバーニーっていうのは普段は入れないようなところに、まあ、マイクをのめあの滑り込んで入っていって、警備の人間に捕まっあの見つかって、お前誰や、何しようやこんなところでって言われた瞬間、ゴジラに襲われてバタバタになって、なんとか生き延びた廃墟の中にとんでもないもう一個見つけると、うん、でこれが後で分かる、後々分かっていきます、このとんでもないもの。でまた別のところの話、お父さんがゴジラの研究をしているっていう科学者の娘が、先ほど言いましたバーニーの陰謀論のポッドキャスト的なものを大好き で彼女自身はゴジラに命を前作で救われてますので、ゴジラは悪いやつじゃないんです、きっと彼は彼なりに何か理由があるんです、それを紐解くためにこのバーニーという人と会ってどないかしたいっていう熱心な女の子なんです。でも彼女は彼女で行動して、バーニーと会って、でバーニーと一緒にあの会うのはこのさっきのゴジラ襲撃の後なんで、襲撃の後もうバタバタしてるエイペックスに、3人で行くと、まあ、この、マディソンっていう女の子と、それの幼馴染の男の子と、でこのバーニーという陰謀論者3人で基地に行くと、はい、で基地に行った時にいろんなところに忍び込むような時にとんでもないところに入っていきまして、で、超機密物質があって、これを運搬するリニアユニットに乗り込んじゃって閉じ込められちゃって、香港へ転送されてます。アメリカ本土から香港までリニア、地下のリニア輸送ユニットが出来上がってるっていう設定。そんなものは出来上がってる。その時点ではもうこの話の流れ上もうちょっと爪が甘いんちゃうかっていうぐらいもうあれなんですけども、まあ運ばれてしまうっていうところになります、はい、でもう一方、ネイさんっていう人がこう大学で、まあこの物理学をしよう、地下空洞説を言ってる人なんですけども、その地球の地下には空洞があって未知の世界が広がってるっていう本を出したんだけど、一向に売れなくてもう返品のが山のように来てるっていうところに、あのウォルター・シモンズっていう先ほどのエイペックスの社長が来て、ちょっと地下空洞論っていうのが実はあのあんたの言う通りだったから、でこのコングを地下誘導、まあ、このコングがなぜあんだけの力を持っとんか、きっと地下空洞にはこう我々人類が手にしたこともないような力があるものがあるに違いないから、そこに一緒に行けへんかいっていう、でそこに行くにはこういう障害があるんだけど大丈夫、その障害をクリアする飲み物な乗り物は作ってあるからっていう、もうすごい、もうできてる、ご都合主義もいいところの話なんですよっていうので、この彼はサクサク進むのが好きな人にはいいですね、そうそうそう、こういうの。であのコングの住んでるドクロ島に行って、さっき女性博士と手話をする女の子と一緒にコングをこの地下空洞に行くためのトンネルが南極にあるからって南極に運ぶわけなんですよ、コングと一緒に。で先ほど の大学で今日地空洞説の本を出した先生とネイさんと、女性のアイリーンと、でこの手話の女の子と、でその他アメリカ軍も含めていろんな人が協力してコングを南極へ海上輸送しようところにゴジラが攻め込んでくると、で空母の上で殴り合いする、これ予告で流れました、はい、あのシーンが流れます。はい、さあこの決着はどうなるか、この物語の先はどうなるのかっていう映画ですけども、中身はそれほど期待せずに、はい、助手席に怪獣映画すげえブラボーっていうなるほど、もう戦っているところをメインに楽しめばいいわけですね、うん、もうこれだけでいいっていうか、うん、もうこれだけでね、もうお腹いっぱいでバンバン剤でブラボーですあの当たり前のこと聞くんですけど、はいはい、CG ですよね、もちろんもちろんもちろんめちゃくちゃ綺麗だったなって予告でも見て思いました、うんうん、
コングの動きとかはね、はい、モーションキャプチャーといって人間の動きを取り込んで CG でしてるんで非常にリアルっちゃリアルっていうところはありました、はい、じゃあゴリラっつっていかんねコングコングっぽい人がこうやったわけですね、おそらく、だからで今回ねきちんとねゴジラ VS コングでね決着つくんです、はい、決着ついた上でそこにさらにメカゴジラもやってくるって話なんで、大集合だから前のねあのザ・キング・あ、キング・オブ・モンスターズ、ゴジラのザ・キング・オブ・モンスターズっていうこれ19年の映画なんですけど、その時にキング・ギドラがやってきて、でキング・ギドラ にもやっぱ打ち勝ってゴジラっていうのと、うんうん、ドクロ島で、見つかってもう日本人間たちとちょっと大立ち回りやったコング、うんうん、でコングがねその時の設定ではちっちゃいんですけども、はい、成長してゴジラ目にでっかくなったという設定が今回なってるんで、うん、もう真正面がっぷり四つで戦います。そこで人間ができることって何があるんでしょうね。逃げるしかないです、ね、本当に。ただ今回あの地下空洞説っていうのはものすごいキーポイントになってて、はい、で地下空洞説っていうのがなぜあるのかとか全然無視してください。はい、なるほど。地下空洞説に行って地下空洞に一旦行きます、はい、行ってそこでとある発見をします、はい、とある発見をするんだけども、ゴジラから呼びかけるような形で地下からもう一遍地上に戻ってきます。あ、なるほど、はい、でそこでまた大ゲットスっていう話なんで、はい、もうねある程度ストーリーしとってもね全然楽しめます。そうなんですね、はい、もうよく言います愛すべきバカ映画、あー来ました愛すべきバカ映画、はい、もうねなんだろう多分十中八九です。アメリカではねとあるシーンが出た瞬間にヒャーってなってるはずです、っていうぐらい見ててうわーってなったシーンあるんで、もうねアメリカで見たかった一緒に騒ぎたかったなるほどっていうバカ映画です。向こうのゴジラってちょっとがっしりしてる、ね、ずんぐりぶっくりですよね、うんうん、でもね今回それがやっぱ生きてます。あ、そうなんですね。あ、やっぱすげえなゴジラっていう描写をずんぐりむっくりであるがゆえの、うんうん、こうなんでしょう描写のエフェクトに加わってるんで、うん、いやこのゴジラデザイン的にどうなのって最初思っとったんですけども、うんうんうん、やっぱね前回の方のキングオブモンスターズの時もそうだったんですよ、やっぱり計算されとるわと、なるほど、やっぱゴジラはこれでありかもしれんって、まあ確かにこの庵野監督したシン・ゴジも良かったってシッとしてますもんね。そうそうそう、手はこんなちっちゃいなってますけど、そうそうそう、いいんですけどやっぱりねアメリカのこのハリウッド版の新しいゴジラの方はやっぱりこれはこれでありかなと、うん、大昔のローランド・エメリヒの時のゴジラはただのイグアナだったんで、あれはいかがなものかと思います。まあ今回の、今回ではこのシリーズの、まあ、モンスターバースと呼ばれているシリーズのゴジラに関して言えばもうブラボーでございます、はいはい、というところですのでね、これ、ツイッター見てもねみんな大喜びです。そうなんですね、はい、みんな楽しんでます。うん、はい、あとこの映画ね何が一番おすすめかというと4DX3D で見るのが一番面白いです。ああ、なるほど、それがあるんですね。うわー面白そう。幸いというかね、シネマサンシャイン北島って 4DX3D で、はい、見えるところ映画なんで最高です。確かに 4DX3D するためにお金追加で払わないといけない部分はあるんですけども、うん、2時間のアトラクションが続くっていうのを考えるのと、今回過去作に比べてもね戦闘シーン多いんですよ、はい、もう揺れて揺れて跳ねて跳ねて楽しいってしゃあないっていう乗り物を用意しない方はぜひね2時間楽しんでほしいですね、うん、そんなに酔うほどは揺れない、そこまでじゃない、そこまでじゃない、なんだろう、本当ね戦闘シーンだったら分かるじゃないですか、視覚的に分かるじゃないですか、確かに、あ、うん、ゴジラが出てきた、コングが出てきた、うんうんうん、お殴り合い始めたって分かってるから、急にガゴンとは来るし、まあ、急に死ぬももちろんあるんですけども、やっぱりこう心の中で身構えて揺れるんで、
視覚的に分かった状態で揺れると酔うということはあんまりないので。なるほど、そういうことなんですね、うん、例えば車の運転手さんって酔わないっていうのは、そうですよね、確かに視覚的にカーブとか曲がるときも、ここを曲がっていくの分かってるから、はい、助手席の人がよそ向いたりしてる、本当だ本当だ、ワーケシティとかって言ってるうちにグネグネしてる、そういうのもあるんだろうという感じなんで。いやでもそうかもしれませんね、ただ 4DX はね、もう出てくるぞってなったらズンズンズン出てきた、カタカタカタなんでなるほど、ね、そんなに酔うということはないかなと、はい、まあ、もちろん酔う方もいらっしゃるかもしれないけども、そんなにはないと思うんで、うん、ぜひあのゴジラ VS コングはですね、はい、4DX3D、 まあちょっと劇場の手はしてないよ、 4DX だけだよというところもあるかもしれないですけども、シネマサンシャイン北島でやっております、うん、4DX プラス 3D で見るのを強く推奨します私は、はい、むちゃくちゃ良かった、せっかくね、うん、久々の 3D だったんで、はい、楽しかった、はい、まあ、ちょっと上映期間も関係もあるんでね、あの通常の上映しかない場合もあるんで、その辺をお気をつけくださいというところで、シネマギークゴジラ VS コングご紹介させていただきました。よかったらチャンネル登録もお願いします。